はい、よろしくお願いします。昨年に引き続き一緒に歌わせていただきます、斉田翔でございます。よろしくお願いします。ついさっきそこの奥の方でラジオの放送をやってたので、あれはどこで聴けるのかな。ペンギグで検索していただくか、フレッシュで検索していただくか、サイザー小京へもタクシーで検索していただくと出てきます。今日の夕方ね、4時半頃から5時ぐらいまで放送やってまして、つい先ほど読んだそうなんです。今また検索すればアーカイブで見れますので、検索してみてください。何円出てきます。おしゃべりしますよ、はい、ちゃんと映像もある。映像もあるんですよ。なんかさっきの和田さんのテンションのあたりとなんかやりにくいですね。だよね。僕もちょっと落ち着いてますんで。じゃあ、良いタイミングで。今回も2曲僕のオリジナル曲をちょっとやらせていただくんですけれども、最初にお聴きいただくのはカナリアという曲なんですが、歌詞をちょっと聴いていただくと、これフィルムガールと似てるなという感じの歌詞なんですけど、歌詞を目指して街を出ていた女の子のことを歌った曲です。よいしょ。じゃあいきますか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ひどい嵐が通り過ぎた晴れ渡る暑い朝に、君は誰にも秘密のままこの街を出て行った。僕のもとには背伸びをして恋人に挑んでる。パーカに曲が押さえられたテープだけを送りつけて、カナリアみたいな歌声が甘い恋を誘う。
んかすげえ。じゃあ、ちょっと紹介しましょう。高野は、前回やらなかったから新しく。どうですか、あの尺八の音色は。あまり聞いたことある人少ないですよね。そうだよね。あの、バンさんもね、尺八みたいな何の楽器か分からないこともよくあると思います。なんかあのね、普通の和の曲やってないから、あ、何だったんですか言うて、言われるのが、ケースとかね、尺八ですごいね。ちょっと尺八らしい一節曲なと思います。こうやってちょっと尺八です。なんで俺たち一緒にやってるんだろう。謎になってきちゃうのか。大丈夫かな。やってみましょうか。やってみますか。はい。You're the one who's got the power.
高い音だとなんかピッコロみたいな。あ、そうですね。なんだ、ふぅっていうのが入ってちょっと尺八を意識したね。すごいなぁ。バレード何でも深くあるんですよ。バレード何でもそれ、なんかめっちゃ強要してない？楽しいです、いろいろプランを。あ、昨日の番組で吹いてるんですよ、見尺八っぽいパート吹くと思うんですが、うん、あの一緒にやってるとね、あのいろんな曲言うと、あのエレキギターのフレーズでもストリングスのフレーズでもあのピアノのフレーズでも何でも弾いていきはるんですよ。だからまあ次はまたちょっと僕の曲をまた一緒にやらせていただくんですけど、あの最後の曲ね、あの和山さんがあの有名な曲をやるときに、あの曲に尺八がどのパートを吹くのかっていうね、それがちょっと楽しみになってると思うんですけど。ではもう一曲、じゃあの僕の曲を聴いてください。前回も一緒にやらせていただいたんですが、空が晴れたらという曲です。Hallelujah, 笑いなきゃ
も支えてる。僕が参加する最後の曲は、先ほど和田さんじゃないんですけど、僕も、高校の時の、フォークソング部でこの曲を歌ったんですけどね当時フォークソング部というと、みんなね、チャゲアスとか、まだブレイクする前のアルフィーとか長渕剛ね、まだ可愛い声出してとか長渕剛とか歌ってる中で、僕はフィルムガールと、傷だらけのテンション歌ってたんですよね。何をしてくれるの？Get away! 狭く通る嫌いな格好が
経験をしたような気がするぞ、今録音しといてねって頼んどいた。どんな人に聞いてもらいたい。